カルカの M1891 は1891年にイタリア王国で採用されたボルトアクションライフルである。イタリア軍発の無煙火薬を使用する正式小銃である。改良や再設計を重ねながら第1次世界大戦から第二次世界大戦に 至るまで50年近く、イタリア陸軍の主力小銃として用いられたほか、世界各国にも輸出されて、民間でも使用された。英語圏では、派生型、改良系を含めて、カルカノと総称される。カルカの小銃を携えたベニートムッソリーニリムレスの 6.5mm52 万リフヘルカルカの弾もベッド1895を使用する。 カルカの M1891 は、1890年に、鳥の陸軍交渉の主任設計者、サルバトーレカルカーノによって開発され、それより、前の世代の、10.35mm47R 弾を使用する、単発式、ボルトアクションライフルである、ベッテルリ M1870 小銃を呼び、騎兵銃を、次々と置き換えていった。 M1891 は1892年から1945年まで生産された。M1891 には小銃と騎兵銃と TS 騎兵銃があった。騎兵銃は全長が短く背負った際に引っかからないようにボルトハンドルがストック方向に折れ曲がっていた。TS 騎兵銃は砲兵、砲兵、視聴兵部隊向けに 小銃を短くしたもので、通常の騎兵銃の折りたたみ式スパイク上銃剣とは異なり、フロントバンド下部に着剣ラグが設けられているのが特徴であった。TS 騎兵銃は海軍部隊や民兵組織にも供給された。M1891 は第1次世界大戦中のイタリア軍と第二次世界大戦中のイタリア軍とドイツ軍で使われた。 そして戦後に再び、シリア、チュニジア、アルジェリアなどの国々の様々な紛争でも、正規軍、非正規軍問わず、使われた。日本でも M1891 を原型とし、6.5mm50SR 弾に使用弾薬を変更した、意識小銃を昭和13年に、イタリアから約6万丁輸入して、海軍陸戦隊で使用した。カルカノは、 ボルトアクションの機構上は、モーゼル方式に分類されるもので、ボルト本体は、ボルトヘッドに2つのフロントラグを持つ1ピース構造。コッキングは、ボルトハンドルを起こす時に完了する、コックオンオープニング方式である。レシーバーの後方は、ボルトハンドルが通過するために二分割されており、薬室閉鎖時にボルトハンドル自体が、緊急用のリアラグの役目を果たすぐ88に、 類似した構造である。断層モグ88に半を取ったもので、5発の内蔵箱断層に円ブロッククリップを用いて装填する。円ブロッククリップは最終段を薬室へ送り出すと断層下部の穴から自調で下に落ちるようになっており、これにより手に玉切れを知らせる設計である。カルカノの特徴的な構造は安全装置である。カルカノの安全装置は、 コッキングピースとレシーバーの間に位置し、レバーを安全側へ動かすと操作ノブが重心情報に立ち上がることで、いてに安全位置であることを明瞭に示すものであり、こうした操作レバー自体は、グ98やアリサカでも見られるものであるが、その最大の特徴は、レバーを安全位置に動かすと、激震バネのテンションが抜ける点にある。 同時にボルトハンドルも固定されるため、安全位置に動かしている間は、薬室の開放が行えず、コッキングピースは、コッキングされたままばね圧力のみが抜けるので、引き金を引いても激震は移動できず、1万日、薬室に装填中に、シアが破損する、致命的な故障が発生したとしても、安全装置をかけている限りは暴発する、危険性が解無となる。しかし、 激発位置へ動かすためには安全レバーを、激震バネのテンションをかけるように強い力で押し込んだ、後に、右へ回す必要があり、素早い操作という点ではやや難があるものであった。また、G98 のように安全装置をかけた状態で、ボルトのロックのみを解除する機能を許さないに、ポジション式の安全装置のため、薬室からの脱包み作業は安全装置を解除した。 状態で行う必要があり、この際の安全性は、具98の3ポジション式と比較して若干、劣っている。64式小銃の開発者の一人である、伊藤新吉が、昭和56年に記述したところによると、M1891 は、小銃では極めて珍しいライフリングの刻み方である、全像点度を採用していることでも知られる。全像点度とは、 ライフリングの向かい角が最初は緩く、重厚に向かうに従って、急角度になっていくもので、一般的な小銃が採用する向かい角が一定の、統制点度と比較して、弾丸の角速度が一定となる利点があるが、製造の難易度が高いために少なくとも、昭和50年代中期までは、M1891 が、小銃では、全造点度を採用する、史上唯一のものであったという、 こうした基本構造は、後継の M1938 にも受け継がれたが、今日カルカノの構造を受け継いで製造されている、民生ライフルはなく、わずかに、ブレーザー R93 に、安全位置で激震バネのテンションが抜ける安全装置の概念が残る程度である。この小銃はしばしば、マンリフヘルカルカノ、または、モーゼルパラビチーノと呼ばれるが、 どちらも正式な名称ではない。イタリアでの正式名はシンプルに M1891 もしくは M91 である。その小銃の名は寛容的に本来はフェルディナント・マンリッヒャーの特許に基づき発展したエンブロッククリップを使用する断層機構による。これをカルカの式と呼ぶ。しかしカルカの小銃のクリップの実際の形状と設計は ドイツの G88 の派生型である。1938年まで、すべての M1891 小銃と、機兵銃は、mm 52弾、6.5mm52 番モデッロ1895を使用していた。イタリアの北アフリカでの戦役と、第二次エチオピア戦争の間の、短距離と長距離の射程の両方での、不十分な性能の報告の後で、 1938年にイタリア陸軍は 7.35mm51 弾を使用する新しい単重心の M1938 小銃を導入した。わずかな光景の増大に加えてイタリアの銃砲設計者は新しい実砲に戦闘弾を採用した。弾丸の先端にはアルミニウムが詰まっており、難組織に着弾した時に弾丸が不安定に点灯し、 対象を内側から大きく破壊した。その設計はほとんど303ブリティッシュ弾マーク7の模倣のようであった。第一次世界大戦時のイタリアの主力機兵銃であった M1891 機兵銃と TS 機兵銃は1938年以降診断薬である 7.35mm51 弾を使用できるように 合計 7.35mm に変更し、リアサイトを固定式にするなど改良され、M1891-38 機兵銃及び M1891-38TS 機兵銃と呼称された。M1891-38 は M91-38 とも表記される。しかし、イタリア政府は海戦前に、 適切な量の新兵器と新弾薬を守備よく大量生産できなかった。そして1940年に M1891-38 機兵銃と M1891-38TS 機兵銃を含むすべてのライフルと弾薬の口径が 6.5mm に再統一された。6.5mm52 段仕様に戻された M1891 38機兵銃は従来の小銃と比べて全長が短く取り回しの良さと製造コストの安さと小資源から1940年から1943年にかけて約161万8000が生産され各部隊に配備され第二次世界大戦時におけるイタリア軍の主力ライフルとなった m 1 8 9 1は 第2次世界大戦中のイタリアで最も多く生産された消火器となった 6.5mm52 弾仕様の m 1 8 9 1 3 8 t s 機兵銃は約19万8000兆が生産された 7.92mm モーゼル弾 6.5mm と 7.35mm カルカの弾1941年にイタリア軍は もう一度、オリジナルの M1891 小銃より、わずかに短い M1891、41小銃と呼ばれる、超重心の不氷銃に戻った。専用の狙撃銃型は存在しなかったが、第1次世界大戦では、いくつかのライフルがスコープと共に狙撃任務のために、支給された。第二次世界大戦では、狙撃銃はあった。 1980年代以来、ドイツの 7.92mm57 モーゼル SS ヘビーフルメタルジャケット弾を装填する M1891-38TS 機兵銃が多く余剰市場に現れている。M1891-38TS 機兵銃のわずかな二分は1938と1941と刻印された重心を示している。 しかしそれらは、その時期に、どのようなイタリア軍によっても使われなかった。そして、それらに、独特のシリアルナンバーは、それらが1945年より後に、他のものと共に、未使用の余剰重心をくり抜いて、光景を拡大され、7 9 2トル仕様に、改造されたものかもしれないことを暗示している。第二次世界大戦後に、 多くの 7.92mm 仕様のカルカの、騎兵銃がエジプトに輸出され、そこでそれらは演習と訓練用の騎兵銃として、使われたようである。また、数兆には、イスラエル軍の刻印がついている。時折使用されたこれらの 7.92mm に、改造されたライフルのための形式のあだ名である、モデロ1943は、それらが、 イタリア軍によって決してそのように指定されなかったので、間違いである。ドイツ軍は1943年9月のイタリア降伏後に大量のカルカの小銃を露飼した。それらは1944年末から1945年にかけての国民突撃隊の主要小銃となった。第二次世界大戦後、イタリアはカルカの小銃を、まず、イギリス製。 リーエンフィールド小銃に、そして次に合計 7.62mm のアメリカ製 M1 ガーランド半自動小銃に置き換えた。さらに、フィンランドも残った大量のカルカの M1938 のすべてを余剰市場で売却したので、結果として1950年代初めに大量の余剰カルカの小銃がアメリカとカナダに売却された。イタリアでは、 国家警察がカルカの小銃を1981年に退役させるまで止め置いた。戦後のギリシア軍では、露覚された 6.5mm 仕様のカルカの小銃が使用された。弾薬は u s ウエスタン実報会社が供給した。オリジナルの 6.5mm52 モデル1895カルカの弾は、 第一次世界大戦時のフィアットレベリ M1914A 機関銃や第二次世界大戦時のブレダ M30 軽機関銃にも使われた。1935年に 8X59mmRB ブレダ弾がいくつかのイタリア製重機関銃用に採用された。その長射程と大重量投射体は戦闘において特に車両部隊相手に より一層効果的だと判明した。カルカの M1891 小銃カルカの M1938 小銃意識小銃 ABC ワルター、ジョン、ライフルズ・オブ・ザ・ワールド、クラウス・パブリケーションズ、P273、ISBN0 から896892417、イタリアンカルカーのライフルズ・キャプチャード・バイ・アウストロ、ハンガリー。hungariae.com マーノアー2015年2月21日閲覧 AB ミラー、デビッド、ファイティングメインオブワールドオー2、ボリュームアイ、アクシズフォーセスユニフォームズ、エキップメント、アンドウェポンズ、スタックポールブックス、P369、ISBN0 から81-170-2774、ボグダナビック、ブランコ、プスク、 ドバベカプーサカナテリトリジジャグローサロバヤイ,アイスポーティーンビストベルグレードピアニッシモ 110123ISBN8675970013 イエルトンデビッドヒトラーズホームガードボークススチャーマンオスプレイパブリッシング P62ISBN1 から846030137ハット W デレン・ウィーバーデスパレートメジャーズザラスト リッチ・ウェポンズ・オブ・ザ・ナチ・フォルクス・シュトゥルムコレクター・グレード・パブリケーションズ p 61 ISBN 0889353727ハット・オールド・イタリアン・カー・カノス・ユースト・バイ・レブルズ・インリビア・レボリューショナリー・プログラムジュライ・ナナ2011伊藤新吉鉄砲の安全十方年間令語から6年版271ページ2005年ありがとうございます